めっちゃなんか悔しそうにしてて、でもハスキーで合わせる時とかもめっちゃ前で見てくれてて、で2回目決まった時にミヒナがメンバー表にいてめっちゃ喜んでて、ミヒナがやばいもう悔しい、ほんまにどうしよう、どうしたらいい、もう嫌や目腫れるの嫌や。そうリサもね1日でミヒナのポジション覚えてて8番手ね、えもう絶対に3回目も絶対にやりたい、もうスタバ溶けちゃうやんまって、なんかもうちょっといい人アピールとかじゃないからちょっと許してほしい、ほんまに悔しいマジで楽しすぎた、どうしようもうマジで楽しすぎた、やばすぎた、楽しすぎた、さすがに青春が終わっても忘れるものだ、世界中がどこにもいるよ、へいへい、ミヒミヒナ出れへんってなって、ミヒナのポジションのところにリサが入ってくれて、はい、そんな感じなんですよ、すごいなリサ、世界中のどこにもいるよ、へえ人と人を結びつけちゃう虫、それが好きだ虫、どうしよう楽しすぎた、やばいって、ほんまにやばいってリサちゃんやなすぎ、ほんまにな、だってリサさ昨日さクリスマスのイベント出てたくない、そんなんな、8番手も一応できるんですよ、初日らへんとかねやってたんで、好きだ虫めっちゃ1位、もう表なんかもうその時だけもう解けるやん、どうしようそのしゃっくりでしょ、その時だけもうなんかもう自分の顔もういいやって思ってとにかく名付けました、聞いてください、あきら先生来ませんでしたマジかなんか怖いけどやっぱ来てほしかったなって思うんですけど、ナンバライティのリハーサルに行ってらっしゃって来てませんでした、でもマネージャーさんがね、久々に来たマネージャーさんが見てくださってたので、その話をルームスでするので、ルームスの登録してない皆さんぜひ、はい、ちょっとねおーってなると思う、知らんけどもう首痛すぎてもう死んだ死んでるあそこ、でももう悔しすぎて、なんかもう一回なんか前話したんですけど、溶けるってもう飲まな溶けるって、ルームスの配信めちゃめちゃ薄いらしいですね、やばい、ショールームちょっとフィルターつけてるよみたいな、近重さんほんまにおもろい、独り言大きすぎてもうなんか話しかけられててもなんか誰みたいなめっちゃ面白い、めっちゃ面白い、なんか言おうとした、今日どうでしたかって聞いたんですさっき、そしたらなんて言ってたっけな、ちょっと思い出されへんくらいなんかちょっとちゃうこと言って入りましたみおちもね急遽出てくれて、みおちも舞台の稽古の予定やってメンバー入ってなくて、多分
客席一列目なってたら初めてだったんですけど、昨日ね覚え直してくれてて、えほんまに楽しかった、どうしよう、ほんまに無理やねんけどもう一番楽しかった今までで、私はどうなんやろ、八期生他の分からへんけど、もう解けるってそろそろ飲もうや自分。筋肉痛にはなってないけどもう絶対目腫れんねんけど、どうしよう、やばい、29も出んのに 29の練習もしないといけないんです。ポジションが、ほんまに楽しすぎた、どうしよう、絶対3回目やらせてもらいたい、ほんまにほんまに、もう土下座するもん全然、ほんまにほんまにやばいほんまにやばいとか言ってる。ちょっと七期生さんがどうとかじゃなくて、なんかさ最近のさ何倍はってさ、なんか七期生さん2人と八期生8人とか多いじゃないですか。でも七期生さん少ないこと多いけど、ちょっと七期生さんの悪いとかどうとかじゃなくて、ほんまに全員八期生なのは全員マジで全然ちょっとほんまにもうやばいみんなのこと好きすぎる、ちょっとっていう話。ミヒナの生誕祭、ミヒナちょっと聞いてくださいミヒナタンプレくれへんかったのに、めちゃめちゃタンプレになってくるんですけど、いいけど、スタバめっちゃ美味しい、おすすめ。ちょっと一瞬鏡見てきていいですか、うん、これネダルのミッヒーらしいな、うん、めっちゃ美味しいですよ。どんな味、どんな味なの、なんか抹茶が、抹茶、めちゃめちゃ抹茶ってわけでもないですね。でもめっちゃ苦い抹茶が無理だよって人も飲めるような感じだと思います。はい、あ、一応シンポリでした、4番手でした。まあでもその辺の話は全部ルームスで話すのでね、ルームスの登録よろしくお願いします。世界中のどこにもいるよ、へえへえ、人と人を結びつけちゃう虫。あのさ、めっちゃさ、雪乃がさ、あ、消えてるわ、雪乃がさ、なんか雪乃のお母さんがいちごのあまおうの差し入れをくださって、めちゃめちゃ箱にめっちゃ入ってるあまおう、めっちゃめっちゃこぼしてもうためちゃめちゃこぼしてもうた。え、あきら先生来てほしかった、マジでちょっと怖いけど、やっぱり違うじゃないですか。でも多分1月1日にさ、9期生の特別公演までは多分来へん感じの気する。やっぱさ、休憩生の話をさあんまりショールームでしてたらさ、全然いいんですけど、全然いいんですけど、ツイッターとかでなんかファンの人がもしも言って、さくらちゃんがめっちゃ可愛いって言ってたよみたいに言ったら、あの伝わりそうじゃないですか、休憩生に。なんかもう気まずって思って、なんか配信で話せないんですよね。
っと無名じゃないですか私。サトタンとかがさ旧規制の話してたらさ、うわサトタンさん話してくれてたんやってなるけど、めちゃめちゃ無名じゃないですか。もうめちゃめちゃ研究生みたいな、無名ですみたいな感じじゃないですか。だから恥ずかしくて話すのまだ全然話せてないんですけど、無名って言ったら伝わりましたね。サバタンとかめっちゃなんかすごいじゃないですか研究生やったら受験生は全然話してないけど、もう挨拶がすごいあとはこれはちょっと恥ずかしいんで、ちょっとねツイッターとかでねあんまり、いやもういいか、めっちゃもうアミちゃんが可愛すぎてアミちゃん何でしたっけ、なんと題名あってブログよブログ読んでます。アミちゃんのなんとあってん、あなんと名前あってん、題名アミちゃん何でしたっけ、アミちゃんのやばいルームにめっちゃ引っ張られてアミちゃんの部屋しと思ってて、何やったっけアミちゃんアミちゃんなんちゃらみたいなめっちゃ見てるんです、可愛すぎる、あんまりごめんなさい、無名とか言ってごめんなさいめっちゃ可愛いなんかさメイクさんにさ、なんかメイクさんもさ、そうアミちゃんアミタンクラブ、そうそうめっちゃ可愛いと思ってさ、ちょっとリサヒーとはアミちゃんの代はもうもはや孫みたいな、アミちゃんは全然喋った音ないんですけど、喋った音ない人に今度言われるの怖いと思うんですけど、アミちゃんの代は孫みたいな、リサヒーはもう娘のようにめでてるんですけど、ほんまに可愛くて、なんか全然喋った音ないんですけど、あでも現役のそのあきら先生にオーディション受かった後に、とりあえずお前らは今いる先輩の名前全員覚えてこいって言われました。だからまあ私の名前は知ってると思うんですけど、はい、でもあれやで、ミヒナとかでさえアミちゃんのことバブ言ってきたかわいい、そんなこと言ってるミヒナもかわいい9期陽キャいました、うわ絶対全員陽キャで、マジでこれはどっち親が24時間の YNN 見てて、9期生のコーナーめちゃめちゃ面白かったって、喋れへん子いないよみたいな、あんたやばいよって言われました。お疲れ様でしたはい、なんかそうメイクさんと、なんかメイクさん、例えばメイクさんいるんですけど、なんか最初の方というか、私なんか真面目みたいなイメージあるじゃないですか。なんかメイクの時もなんか今はその定点の映像とか定点の映像とか MC の内容とか考えるためにスマホ見ながら、ちょっとスマホとか見てるんですけど、メイクしてもらってる時にもうめっちゃ最初の方は。もうマジでもう1点だけを自分の顔だけを見てたんですよ。もうめちゃめちゃ背筋正してメイクさんと何も喋らず、もう真面目みたいな感じだったんで、あとメイクさんにもう松岡はこのまま育ってほしいみたいな、純粋なまま巻いてほしいみたいに言われてたんですよ。あとそしたらなんともうアミちゃんのことめっちゃ気に入ってるらしくて、もう8期はもうええわって言われて、もうアミちゃんあの子育てるって決めてってメイクさんにも言われてました。でそのメイクちゃん情報だとアミちゃんはブランコが好きらしいです。めちゃめちゃ可愛くない今時スマホとかやのに公園って思って、めちゃめちゃとうとうって思って、懐かしいと思って思いました。めっちゃ可愛くない、ブランコが好きな、やばくない、
めっちゃ可愛い。ブランコ好きでしょ。わあでも遊具の中で一番好きやったかもしれへん。立ちこぎなんかさ、立ちこぎたら座るやつとかしませんでした。なんか私だけでしたね。立ちこぎした後になんか座れるチャレンジみたいなやってませんでした。なんやろ、どんな遊具あったっけ。ジャングルジムとかあったな。もうちょっとあみちゃんの話すんのやめよう。もうそろそろねちょっとあみちゃんの耳に入ったら恥ずかしいのでやめます。ありがとうございました。あみちゃん、あみたんクラブやったっけ、あみちゃんクラブやったっけ、忘れた。あみたんクラブ呼んでるんですほんまに癒されるけど、もう絶対にもう一回話そう。違うって、リサッヒーはマジで好きやって、ほんまに好きやって、マジで。あのご飯行く予定だったんですよ。25日8期生で練習した後ご飯行こうってなってたんですけど、リサは配信じゃない、劇場のイベントやし、みんなもなんかねちょっと体調悪いみたいな感じで言ってたからなしになったんですけど、もう絶対行くから、ほんまに好きやったら。違う、もう違うねんマジでほんまに、マジでほんまにみんな一緒に出よう、8期生公演。ほんまにもうほんまにもうほんまに嬉しそうな動画忘れられへん私は、ほんまにルームス何時からしよう。もうちょいで終わろうかな。15分経ったら終わろう。みちゃぴーとのコラボ音あったらしいやん。違うね、聞いて、昨日な LINE で、 LINE とか言っていいんかな、そのメールでコラボしようって言われたんですけど、まあいろいろ事情があったんですよ。だから違うねん、絶対するねん、ほんまに。もう20分やって終わろっかな。ありがとうございました。ルームスで続きするので。断ったのって言うと、事情があったんです、私にも絶対するよ、ガチこれマジでしたいもんけど、サタタンもさ、ナンバラエティの初日もうちょいやから、年内は無理そうかな。だからめちゃめちゃめっちゃ私はしたい気持ちがあったんですけど、一番に愛してる女は誰なの、死ぬんやけど。いや私なんかDD ですよね、自分でも当たってるんです。だからあゆぴょんの DD みたいな話されてる時、私存在消してるんですよね。 DD とかじゃなくて好きなんです、もうしゃあない。それはだってみんな可愛いね、もう。ルームスの配信では今日のねシンポジの話久々に来てくださったマネージャーさんの話、もうそのもうめちゃめちゃ濃いエピソードを話すのでまだ間に合います。1100円というか、そんなお手頃な値段じゃないのを取ってるんですけど、気になるよみたいな人がいらっしゃったらぜひ、生写真もついてくるらしいので、うん、松岡 DD 桜井はいやいや、あと2本立てでお送りするので、またお会いしましょう。終わります。めっちゃ美味しいです。性別違うとったらただのチャラ男だよ、確かに。ルームスタタイな、そんなお手頃な値段じゃないような、でもめっちゃ和室いいらしいですよ。皆さんどうですか、皆さん。サタタンに牛すじあげなかったの、あ、昨日おでん食べてたんですけど、8期生コーナーで DD バレた、ほんまに存在感消してたんですよその時。でも、あ、もう言われちゃった、どうしようはいはい、ランキング見ます。13位イッシーさん、ありがとうございます。12位焼き鳥先生さん、ありがとうございます。11位バルゾーアットユーザーさん、ありがとうございます。10位日高浩二さん、ありがとうございます。9位きっぺいさん、ありがとうございます。
8位野原しんのすけ、のすけさんありがとうございます。7位カエルッパールーパさんありがとうございます。6位山田真紀健さんありがとうございます。5位龍河さんありがとうございます。4位和幸 KK さんありがとうございます。3位きねさんありがとうございます。2位あまねちゃんありがとうございます。1位はくらちゃんさんでした。はい、ね、疲れたな。お値段以上、これめっちゃ美味しい。昨日、あ、ちゃう、ルームスの話や、ルームスの話やな。ルームスは何やろ、どうなんやろ。でも何やろ、まだ配信してないからまだお値段以上と言われへんかもしれへんけど、今撮るの配信はすごいね、濃いね、内容になってるので宣伝しすぎやろ絶対に。はい、ルームス配信はあと3分後ぐらいにします。さよなら、ありがとうございました。バイバーイ。ルームス配信できるんかな、でもめちゃめちゃ怖いけど。はい、切ります。バイバーイ、さよなら。初めて飲みました。まあ、コメント読んじゃう、どうしよう。こんばんは、こんばんは。バイバーイ、さよなら。